鶴岡市の小学校給食で青森県産のベビーホタテを使ったメニューが提供されました。給食に登場したのは青森県むつ市で養殖されたベビーホタテを使ったシチューです。東京電力福島第一原発の処理水放出に伴い、中国が日本の水産物輸入を停止していることを受け、国が行っている水産業者の支援の一環で実現しました。この青森県むつ市のベビーホタテは、北海道東北ブロックの学校給食に無償で提供されているということです。鶴岡市の学校給食センターでは、先月からカレーの具材などとして取り入れていて、今日は鶴岡市立旭小学校で白菜とともにシチューで振る舞われました。食レポするんですか？このスープ自体がとてもクリーミーで美味しくて、このパンをつけるととても美味しいんですよ。弾力があるんですけど、とても柔らかくて、噛んだらほどけていったので、とても美味しかったです。鶴岡市の給食センターでは、今月末までに合わせて677キロのベビーホタテを譲り受け、学校給食で提供します。